暗闇坂と名のつく坂は、複数存在する。東京都港区元麻布の暗闇坂。本校で記述する。文京区白山五丁目の暗闇坂。文京区本郷から台東区上野へ向かう、暗闇坂。新宿区藍住町の暗闇坂。大田区三王二丁目の暗闇坂。品川区の旧仙台坂の別名。目黒区の上目黒一丁目にある。 めきり坂のべ称神奈川県横浜市西区の暗闇坂。暗闇坂を参照。茨城県土浦市小松の暗闇坂。暗闇坂は東京都港区麻布十番二丁目から元麻布三丁目方面に登る坂。別名倉り坂、また元の地名から宮村坂とも言われた。かつては倉坂とも表記されていた。名前の由来は 昼間でも暗いほど薄蒼と樹木が茂り、狭い坂道に覆いかぶさっていたからと言われる。暗く見通しの悪い急な坂道のためか、妖怪、幽霊が出没するなどといった伝説が生み出された。実際に追いはぎなどが現れる物騒なところであった。同様な命名として幽霊坂という坂も多い。坂はかなりの急勾配で、下から見て右側が高い崖になっていて、かつては、 木々が覆いかぶさるように茂っていたが、現在は木が少なくなり、石実の面影はない。中腹の左側にオーストリア大使館が立っている。さらに登って行くと道は大きく左に曲がる。坂の上には一本松と呼ばれる松の木がある。この松は明治以後に植え替えられているが、江戸名所杖にも麻布一本松として紹介されている。一本松の交差点は、 暗闇坂、一本松坂、大黒坂、田抜坂と四つの坂の合流点となっている。本項目に記載されている坂がすべての暗闇坂ではない。定年時代、坂のある町平成22年6月号。ありがとうございます。